日本ハムファイターズ、近日中に3人のピッチャーが1軍に上がってくるんじゃないかということですね。2軍で好投を続けているピッチャーについて見ていきましょう。まず1人目、池田投手が復活に大きく前進しています。昨年はリリーフピッチャーとして大きくブレイクしました。51試合の登板で25ホールド 2.86、 50イニング四死球10個、ウィップ1人が当たりに出したランナーが 0.89 ということで、昨年は本当に大車輪の活躍を見せてくれました。チームトップの51試合というところですね。リリーフとして、かなり試合数も多かったんですけれども、その影響もあってなのか右肘の張りで出遅れているという状況ですね。やっぱりリリーフに本格転向して、これだけ、いきなりこう51試合という登板数重ねたわけですので、やっぱりそのあたりの疲労っていうところは溜まっているんだと思います。ただですね、6月の上旬にようやく2軍戦で復帰登板を果たしています。ここまでですね、2軍戦で5試合登板しているんですけれども、前回の登板で1失点しているんですけれども、この1失点のみ、5試合で1失点、そして27日、28日と連投もクリアしています。ここまでは結構こう登板間隔を空けながら投げていると、少しこう右肘の状態を見ながらっていう感じだったと思うんですけれども、実戦も想定してこの27から28日で連投も果たしているということで、28日1失点してしまっているので、ここはまあ若干の不安要素ではありますけれども、連投もしっかりできているということで、問題なければもう昇格は見えてきていると思います。ただ現状1軍のピッチャーを見ていると、降格候補のリリーフピッチャーっていうのがあんまりいなくて、結構みんな頑張ってくれている状況ではありますよね。ナバタメ投手も敗戦処理的な、位置ではありますけれども、ロングリリーフなんかも含めて頑張ってくれていますし、山本投手も最小覚悟はいい投球が続いています。なのでこう池田投手が上がるとなると、誰が落ちるのかっていうところは少しこう不明な部分というか、ここから次第っていう感じなんですけれども、仮に誰か一人でもこうリリーフピッチャーが崩れるということになると、すぐに池田投手が上がってくるという感じにはなってくるでしょう。今シーズン田中正義投手が調子を落としていたりとか、そういった時にこの池田投手がいてくれたらっていう感じもありましたし、川野投手も6月入ってから防御率が大きく上がってしまっているという部分もありますので、この池田投手が上がってきて、しっかりと勝ちパターンで機能してくれたら、さらに盤石なリリーフ陣になるということで期待していきたいと思います。では続いて、あのピッチャーの1軍初昇格も迫ってきていると、こちらも見ていきましょう。松浦投手の1軍初昇格も見えてきています。高卒1年目2年目は、2軍でも故障なんかもあったということもあって、あんまりいい成績は残っていなかったんですけれども、今年3年目2軍成績が一気に上がってきています。ここまで13試合の登板で防御率が 1.93、 23.1 イニング四死球6つ、奪三振が27、被打率2割2分7厘という成績が残っています。奪三振数がイニング数を大きく上回っていますし、防御率も1点台、そしてフォアボールの数も安定していて、そろそろ1軍昇格があってもおかしくないかなという状態まで来ています。一時的には先発調整というような感じで4イニングとか投げていた時期もあったんですけれども、現在はリリーフピッチャーとして調整しています。そして1軍の左のリリーフピッチャーというと、川野投手と、あと宮西投手、この2人ぐらいなんですけれども、ちょっと不足気味ですし、宮西投手も大ベテラン、そして川野投手も若干こう調子を落としてきているという部分もありますので、左リリーフとしてこの松浦投手が上がってくるチャンスっていうのも十分あると思います。そして2022年ですね、松浦投手1年目の時に新庄監督が支配下の選手は全員使うというふうに宣言して、この松浦投手が投げた試合がありました。その時にですね、高卒新人の達投手、そして黒柳投手、加えてこの松浦投手が投げたんですけれども、一番球的にはいいボールを投げていたというふうに新庄監督が評価していました。一番球的には松浦くんがね、回転数がなんかすごい数字らしいですよね、打たれはしましたけれども思い切りがいいなというふうにコメントしているんですね。当然ながら新庄監督もこの時の登板であったり、印象っていうところは頭にあると思いますし、このその松浦投手が今年2軍でかなり成績を上げてきている、そして1軍左のリリーフがちょっと少ないというところで、昇格っていうのは少しずつ見えてきていると思います。ただ現状池田投手も1軍昇格候補というところですし、なかなかこう1軍のリリーフピッチャーでこう穴が開いている部分っていうのがないというところでもありますので、1軍昇格の時期っていうのはもしかすると少しこう後ろ倒しになるかもしれないですけれども、そう遠くない時期に1軍での初昇格、そして初登板っていうのも見えてくると思います。
そして新庄監督のこれまでの傾向を考えると、厳しい場面でいきなり登板させるという可能性も十分ありますので、まあ、そういったところでいきなりこう成績を残せるのか、ここが一つ注目のポイントです。2軍でもフォアボールの数っていうのが少ないピッチャーですので、まあ、やっぱり1軍でもこうある程度こうフォアボールをガンガン出してしまってとか、まあ、そういった状況にはならない可能性が高いと思いますので、期待していきたいと思います。では続いてですね、あのピッチャーにもう一度1軍昇格のチャンスが訪れるんじゃないかと、こちらについても見ていきたいと思います。もう一人ですね、一軍昇格の候補としては堀投手ですね。もう一回チャンス来るんじゃないかなというふうに見ています。まあ、今年は左の腕とか、まあ、そのあたりの故障っていうのも言えまして、2軍で好成績を残して1軍への昇格もありました。まあ、ただこの数字の通り3試合の登板で防御率が 18.0、 被本塁打が1本ということで、まあ、3試合のみの登板ではありましたけれども、ここで結果を残すことができずに、まあ、結局5月の中旬に2軍に降格ということになってしまいました。まあ、今年堀投手ちょっと厳しいかなっていう感じだったんですけれども、2軍では依然として防御率1点台中盤と好投を続けていますし、大量失点の試合なんかもまあほとんど見られず、まあ、ずっと安定した投球っていうのがここ最近も続いています。まあ、そして1軍ではこう無駄なフォアボールなんかがあって、ストライク先行で勝負しなさいと言ったんだけどと、まあ、新庄監督の苦言もありましたけれども、2軍では四死球の数もそうですし、まあ、あとは被安打の数もそうですし、このあたりも優秀な数値が残っていて、まあ、2軍のリリーフピッチャー、特に左のリリーフの中では一番の好投を続けているというピッチャーですね。過去に最優秀中継ぎ投手を獲得したピッチャーでもありますし、まあ、ある程度こう年数も重ねているピッチャーではありますので、まあ、2軍でこれだけ成績を残していれば、まあ、もう1回ぐらいはチャンスが与えられるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここまで3試合の登板のみで、まあ、2軍降格ということになっていますから、もう1回ぐらいチャンスがあるとここで変わってくるかもしれません。まあ、年齢的にも年数的にもチームの中でちょっと崖っぷちの状況になってきているというこの堀投手ではあります。現役ドラフトであったりトレードであったり、まあ、こういったところでこう名前が上がるっていうのがもう絶えない、まあ、そんな状況がまあ近年は続いています。まあ、ただやっぱり左のリリーフピッチャーとしてこの堀投手が入ってくれば大きいっていうのは新庄監督もおっしゃっていましたし、この新庄監督結構堀投手には注目していて、まあ、何度も名前を挙げているピッチャーですので、やっぱりもう一回チャンスをっていうところですよね。そして他の2軍のリリーフピッチャーで、まあ、誰をもう一回上げるのかというところになってくると、まあ、そんなにこう今は数多く候補がいる状況ではないですから、この堀投手っていうのは間違いなく名前としては上がってくると思います。もう一回こう昇格のチャンスがあった時にここで結果が残らないということになると、まあ、本当にこの現役ドラフトとかトレードとか、まあ、そういったところでの対談の可能性が出てきてしまうと、まあ、それぐらいの立ち位置にはなっていますので、なんとかこう1軍で出た課題をしっかりと2軍で修正して、次はまあ1軍で大活躍を期待していきたいと思います。以上です。